来 <laughs> たーよしなんかしなんか死んだ人みたいな <laughs> なんか白くないなんかなんか血がない人みたいな。 なんかすごく血がない人みたいなこんな白いんですけどなんでですか <laughs> なんかさしかもなんかショールームなんかすごい可愛くなったねルームがえなんでこんな白いと分からんっちゃうけどなんでなん とわかりません。ね、なんか。生きてないみたいだよね。なんでなん。 みみんんなな人みたいいだけどすいません <laughs> ちゃんと生きてますえすごい早い鷲見さん鷲見さんじゃないもちょっとコメントできたからさ <laughs> 飛行機来たよって鷲見さんからコメントできたから間違えた「月さん ZEP 羽田のチケット購入ありがとうございます D エリアありがとうございます」 すごい早っ一番乗りやん一番。<laughs> 炎のショールームのチケット購入者トップバッターです。月さんおめでとうございます。<laughs> いや、白光か部屋のライトが白いかななんかすごいね。 なんかすごいね <laughs> まあいっか黒髪ありがとう <laughs> なんかさどうするなんかなんかなさくないのなんかさ死にす…やだちょっとやですわ <laughs> ちょっとやですわなんかオレンジのライト焚いてみる フフ <laughs> 夕焼けかな夕焼け小焼けかなとちょっと炊いてみた気持ちい,い,いらないいや白いよねやっぱね白いよね絶対白いよね あこのぐらいかけてみるあ全然違うねこのぐらいか美白でいいかもしれない美白 <laughs> これ以上でマイナスはいかないんだよねエフェクト待ってすごい待ってもうなんか久しぶりすぎてすごいいろいろ忘れてるちょっと待ってねもういいやまぶしいからライトいらないちょっと待って 久しぶりすぎてねいろいろねいろいろすごいのちょっと待ってブラトンさん星ありがとうございますあ星とペンライトありがとうありがとうございますそしてすみさんクマありがとうございますいいんですか何もイベント参加しとらんけど <laughs> なんかそれこそなんかなんかしかったらなんか <laughs> イベントにね参加しようと思っとったっちゃけどなんかね参加したいイベントがなかったとそうやいハラミズれでいるそう <laughs> ああとうとうさん ジェプハネすごいのだ <laughs> <laughs> 学校でさ学校帰りになんだけどと大声出しちゃったからさ申し訳ないともともさん、えー、ジェプハネだのチケット B チケットありがとうございます B エリアイエーイすごいみんな早いねなんかすごいまた初めて 1>, 1分も経ちましたね1分は経ちましたあ,ありがとうございます嬉しいで、嬉しいわ前やった中野のラーメン屋さんはもう終わってるのかなってイベント自体は終わったんですけどこないだね行ったの久しぶりにそう肉寿司を中野ほのが2回目に参加したイベントもね 中野にあったんだけどね中野駅のなんだけど行ったらさ「のっまだあったまだいたよこれが」もう期間的にね終わっとるはずなんだけどまだ飾ってくださっておりましただからそうでもな最近時間がなくてさ食べに行けとらんくてあーそっかほんとにおいしいのだから食べに行こうと思ってます でねこの学校行って食べようと思ってね買ったんだけどバッグの中でぐちゃぐちゃ <laughs> バッグの中でぐちゃぐちゃになった抹茶リング抹茶ポン・デ・リク <laughs> すいませんね食べようと思ったんですよ学校で、ね、ちょっと食べていいこれ <laughs> 食べていいこれなんかバッグから出した時はもっとぐしゃぐしゃだったのなんかもっとこうピシャーってなってたんだけど食べます <laughs> 食べます中は無事だねこれは一応賞味期限は 今日何日何日だっけ多分大丈夫でまあ30日じゃないもんね食べます <laughs> 食べます食べたい食べますそう久しぶりのショールームなのよそう今日たまたま たまたま何もなかったのでなんかさんえ待、ま、って <laughs> 悲惨なことになってるんだけどえ待、ま、って今日29日なんだ早いねまだうち9月15日とかの感覚ねっ早 なん,かなんか切れてないんだけどさなんか見てほしいなんか汚いかなごめんねなんかこのさ周りについてるチョコがさ美味しいのにさちょっとボロボロ <laughs> ちょっとボロボロ <laughs> ちょっとボロボロ, <laughs> ボロ,ボロ <laughs> 申し訳ないそして飛行機が来ました すごっ待って B エリア10枚セット <laughs> 10枚セットですよ何等分するんですか自分をチャン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 すごいねやばありがとうございますわい嬉しいもう30枚売れたいややばいびっくりしたやばいやありがとうございます 感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝。残り8個。ああ、これ ?B エリア10枚セット8これ残り8個ってね、これ書いてあるけどね、あの、補充されるんだよ、これ。炎は知ってるから。私は知ってますよ。 こうやってね残り8個って言っときながらね補充されていくんですよ。こういういい戦略ですはい、そういう戦略です。なんでまあ言えば残り8個ではないんですよね。<laughs> そう無限に残り1個状態です あのよくスーパーの方とかがやる戦略ですね残り残りわずかみたいなねありますよねよく食べていい <laughs> ずっとこのままで、ね、待機してたのずっと待機してんのこうやってちょっ食べるねねちょっとかわいそうだよねなんか。 食べます。いただきます。うんふん。ビです、うん。これのさ、何が美味しいってさ。 のはささま緑の,さ餅なのちょっとさ食べるところのさ汚いの無理っていう人は隠してねちょ見てほしいこの色鮮やかな緑を見てほしいの食べるとこ見れないって片場目をつぶってください いいよね、でもこれさ期間限定なんか知らんけどさ全然出てこんじゃんねなんかないとってっいい緑だ って書いてあるの、これ。粘土。<ー>粘土。練り土。そう、漢字は。苦手なんです。わあ、めっとうさんがいる。粘土って食べられる。粘土。 ではもちもちリングですもちもちリングですはい誰も食用粘土のあ食べております<笑><笑>やばいってもうなんかさポロポロすぎてやっぱさ、ね、ん粘土って粘土って言うと一緒 <laughs> こういうさダメだねもうなんかドーナツとかは買った瞬間に食べなきゃさもう無理だね なんかもう,う,ーもうれ、うん嫌いになりそうあやばい漢字 <laughs> じ,じゃなくて日本語下手だと思います <laughs> そんなことないですよねっ ね意外と最近喋れますよ日本語はい喋れますよ <laughs> うまっうんふん なんかさ静かだね,ねなんか静かだねあ素敵な これでねこれじゃないよほいじろうさん「ゼ e ハナダーのビエリアのチケットここにありがとうございますイエーイ!」わかったなんでこんなに血色がないのか化粧中途半端やけんやんアイラインしか塗ってないと。 今日アイラインしか塗ってないんですよ、私。最近、最近、すごい、適当なの。<laughs> アイラインしか塗ってなくて。チーク塗ってないし、なアイャドウも塗ってないから。だから、こんなに血色がないんです。で、一応始まる前にリップだけは塗っとこうと思って塗ったんですけど、今食べてるんで、多分消えたんですよね、きっと。そういうことですね。だからこんなに、 ねちょっとポクポクチーンになった方みたいなっていかもしね。ああ、じゃあね、あの、決して侮辱してるわけとかじゃなくて、あの、あの血色がないなってあの、そうそうそう、そういうことです。申し訳ない。言い方、ちょっと日本語不十分なもんでね、ちょっと、不愉快になられた方がいらっしゃいました。申し訳ないです。そういう、あの、ちょっとあの、あんな、ちょっと。

なんでなそんな確かにな、ね、集中攻撃されともんなんかうん光にしゅ水中攻撃集中攻撃されてますあちょっと腰が痛い犬目星の香りお家でします <laughs> しません <laughs> 家で犬目星は咲いておりません やばいやばいどういうこと部屋が金木製、誰情報ですかそんな <laughs>。誰情報ですか私の部屋金木製なんて。どちらかっていうとホワイトリリーかもしれない。ホワイトリリーの匂い好きなのよ。うん。ホワイトリリー好きでね、めっちゃ。全然お待ちしてますよ、プレゼント。<laughs> 全然お待ちしてますよ、プレゼント。 ホワイトリリーの香水なんて、全然お待ちしてますよ。はい、<laughs> やばーい。可愛い,い。今日おとなしいの。全然ですね。おとなしくはないです。はい。おとなしい。人間ではないと思います。果たして。うん、果たして、決して。<laughs> 少々ね。ちょ、学校がね。あのー。 ちょっとで、ね、頭ちょっと疲れたのね疲れたかもしれないうんうんうんでもそれそれねなんかちょっと落ち着いてもいいかな <laughs> 思っておりますよ。そろそろ向い,いかなって、もうそろそろ落ち着いていいかなって思っております心の流れは。うん。 <ス>ちょっとねうんピンクの家具珍しい珍しい合ってるこれ感じだピンクのね待ってピンクの家具って言うとこれだけやんけこれしか映っとらんやないかい <laughs> これは、豚さんです。豚です。わかった。なんでこんなに知るのか。このさん、あのシャツ白やん。背中バッグ白やん。髪黒やん。だけん、やけんじゃない？それこそさ、じゃあさ、はい、黒の何かこうやってしたら。 変わりませんねすいません少々失礼いたしました、うんん 仮シャツ何仮シャツ仮シャツってこと五時全然仮シャツじゃありません自分のシャツがこれは自分のシャツですはいでもシャツ借りるってなかなか笑われたなんかめっちゃ外から笑い声聞こえた 笑われた <laughs> 衣装を干してるって部屋感満載でしょ衣装ですこれを聞こえてるこれすごいよ発狂ちょっと <coughs> <coughs> ね少々呼吸,呼吸が衰えました 車の免許欲しいっすか。ええー、欲しいかもちょっとね。気持ち。ね気持ちって言ってたのし、ごめんなさい。<laughs> 怪奇現状違うって本当。え,聞こえ,え,聞,こえ <laughs> 聞こえた？え聞こえた？聞こえためっちゃ叫んだりんやばいよね。めっちゃ叫んで、ギャ 美味しいからの美味しいなんか今日は喉の調子が悪いですねうんやばい本日二枚目ホワギルさんからジェ絶分羽田公園のねチケット A エリアをここにいただきましたありがとうございますイエイ そんなあなたにー目つぶし失礼いたしました。すみません。消しすみません。すみません。<laughs> なんか最近さ、部屋の中にさ、赤ペンが赤ペンが転がってます。 ちょ、誰か椅子買ってきて。椅子を買ってきて、誰か。誰か。食べ終わった。 ときにさ。マミーに。抹茶のドーナツ買ってきてってのせてた。なんか。最近、顎が欲しいんですよ。わかります。なんか。顎ないじゃんね。わかる。ほら。 こんなんしかないと、いやー、わからんごめん。じゃ、親指と比較します。ほら、親指の第一関節のしかないんですよ、私の顎って。これ、わかる親指の第一関節しかないんですよ、顎が。見てほら、これ第一関節の線ね。見てほら、これ第一関節の線ね。第一関節しかないと。ただでさえ、さん ちっちゃい方なのにさ親指の第一関節までしか顔がないんですでねまあ丸顔じゃないですか気持ち丸顔だよねうちってあれ何顔ですか私ごめんねちょっとリップ塗らして <laughs> 少々リップ塗らしてさすがにちょっとあのね初めてね 切った方にちょっとこんな気色ない顔は見せられないわやべあやべめっちゃちょこちょこやべやべ,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 やべあめっちゃひらめるやべえやべやべい <laughs> かかるにさ。あや 気色よくなりました。気色よくなりました。反対側もピンクだったなって。よさ、いやいやそんなに見えた？やめて。見ないで。ちょっと今日ち散らがってるから。<laughs> ああ<ー>！<laughs> ちょっと喉がね、良くない。三台目。 佐々木ンちゃんケ <laughs> ちゃんがセップ羽田公園のビーチケットビエリアをご購入くださいましたありがとうございます感謝わありがとうございますはいありがとうございます 高所攻撃すぎて。て涙が出そうです。涙、涙、涙、涙。あの。いいよね。<laughs> はい。<laughs> 喉大丈夫ですか。<laughs> 大丈夫です。はい。大丈夫です。失礼致しました。<laughs> 何の話したっけ。ちょっと、ね、顎が欲しいって話でさか顎をなんかこうやって横で見たらさ分かる顎がないのよもうちょっとこうさこうクイッとこうクイッとこう来たらさなんかめっちゃ綺麗な顔になるというクイってあーって言いながら消してあの整形はしたくないんですけどてかするお金ないんでし,しないんですけどなんか分かるこのままさなんかおーみたいな さーってこの気持ちこっからさ行くどこが、あ、あ、唇いここでおーみたいなさすいません <laughs> <laughs> 顎がないんじゃ顎が顎がないんじゃだからこうやって頑張って顎の体操してるかうやってこうやって,てこうやって顎出るらしいこうやって顎の体操 って感じです、はい。顎が欲しいね。はい、って感じです。可 <laughs> 愛い,いと言って欲しい配信。って <laughs> どういうこと。うちが。可愛い,い。可愛い, <laughs> い,い。か,かわ、可愛い。う、でも、うちが可愛い,いって言えばいいってこと。 かわいいえ <laughs> かわいい顎がないアイドル顎がないアイドルとか言わないでくださいなん <laughs> <laughs> か笑ったらさ出てくんねよちゃんとこうやって顎がいいでしょはいまあ別にいいんですけどいいんですけどこんなこの顔で 生まれてきたこと別にあの憎んでもないんで正直ちょっと嬉しいんで別にもういいんですけど <laughs> 欲を出せばっていう話なんで全然いいんですけどね、はい、<laughs> すごいですすごいよテンション戻ってきたテンション戻ってきたよ さっきずっとこうやって下向いて帰ってきてたからこうやってや下は向いてないけどね音楽聴きながらさ人にこうやって帰ってきたからさちょっと音楽聴くとさ心落ち着くの <laughs> 落ち着いたままちょっと配信始めてたからさちょっとちょっと戻ってきたよペースが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  <laughs> ペースがペースがペースが戻ってきた。 多分佐々木さんが可愛いと言われる配信って意味かとってほんといって言ってくれてるのにありがとう何聞いてたの名前分かんないんだよね なんだっけ名前わかんないあれまた <laughs> 思い出す思い出す思い出す<ん>ふつく足で「を見つけたのは古い映画の悲しい結末をうおうおう,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 おう みんな優しさを授与してそんな何なん釘を打つの「ドゥンんだ、ンドゥってお誰か当てて当てて <laughs> こ,のこの世界には人を騙したり物盗んではいけないというの それならばーみたいなやつなんかなんかそんなやつ <laughs> なんか YouTube のなんかで上がってきてすごいハマったのその曲がいいなんかなんかハマったあそれがもう「常夜と「常夜とあ それかもなんだっけなんだっけえよう分かったねえ何で知ってんのえこわっ <laughs> 当ててーとか言って当ててもらったとて怖わとか言うさや <laughs> やねごめんね <laughs> そう「ジョーヤっていう曲、うんだっけ?うん「会には」 いいんすんだね進んではいけないというのそれならばんたららららんたらららこんな夢のジョヤトみたいなあそれだジョヤトだあそうだ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 ノモメ人とジョヤト知ってますちょっと「ジョヤトっていう曲 最近聞いてます聞いてみてください皆さまはあとはあと何キー取るかねえあと何キー取るっちゃろうあとはあとは <laughs> あっ最近は やばなハートがしびれるすっげえだからだから「心地よい針の刺激」ってやつを聞いてたけどもう聞いてない <laughs> そう <coughs> あと何だろうねあと何だろうえー、あと何 あと何何聞いてんだろうあと何かいろいろ聞いてる <laughs> <laughs> うんでも何か一番最近加入されたのはあのョヤ島ですョヤ島です <laughs> パフィーかスピッツバージョンかどっちやってうんうんどっちも違う どっちも違うわどっちも違う <laughs> いやほんのねあのー、森奈々ちゃんあ森奈々ちゃんとか言ってた <laughs> 森奈々ちゃんとか言ってた <laughs> あのー、森奈々さんがの、あのー、歌声がね好きでそう森奈々さんバージョンも歌ってるやばいよね だからあそれこそあれあれもねそうだからねあの曲名知らないんだよねそ,それのあの森奈々さんが歌ってるなんだっけなもう,もう,も,うもうねダメ曲名を,をさわかんないあの慌ただしく過ぎてゆく日々やつしてる帰る場所は 間違ってなんかないのに、ね、君の声が聞きたくてそっと瞳閉じるっていうわーもう全然なんかあ深海みたいなやつ <laughs> 深,深海みえー、知っとる人おらん深海みたいな 深い海の底になんとかなんとかみい <laughs> ちょっと頑張って探してみて <laughs> ちょっと頑張って探してみてくださいなんかそういうやつです合ってる合ってる深海ああよかった <laughs> <laughs> そうあ,あれも聞いてるああめっちゃ好きなんだねあれそうちょっとこうあのー、なんていうのこう幻想的っていうかなんかなんていうのう現実のさ今こう進んでる世界があるじゃん。と違うこう世界にちょっとこう なるようなね、曲をよく聴きます。すいません。語彙力、なくて。<laughs> 語彙力がないんですよ、この,男の人間はちょっとね。この人間はちょっと語彙力がないんですけどね。ちょっと申し訳ない。そうそうそう。そんな感じです。はい。ですね。他は他は 何がってあそう違うのようちが一番言いたいのはねこの配信でこの配信で私が一番言いたいのはなんとただいま、えー、1月4日水曜日ですね見て私の属していらっしゃいますアパペガールズっこ2期のね、えー、単独ライブが行われます、えー、場所は絶妙羽田です絶妙羽田はい ね、全然でかいステージです。うん。そうなんですよ。で、ただいま、えっと、チケットをね、1000円から、違いました。ショールームでは2000円から、えー、販売しておりまして。なんとね、こちらのね、チケット、ショールームで、私のルームで買っていただけるとですね、なんと、私のサインがチケットに書かれるということで、そうなんですよ。 はいあのその送られてきたチケットにあの私のサインを書いてお届けできやるっていう <laughs> すいませんちょっと荒めなんでちょっと申し訳ないまああのそうなんですよはいそんな感じなんですけどねあのまあ って方は全然あのネットで S なんていうのあれそう SNS だったり私たちのね対談とかあの現場で直接だったりすれば1000円って頂けたりもするんで全然そちらから行って頂い,ただいっても構いませんが1000円 <laughs> があのね

なんか綺麗綺麗な女でいたい。う <laughs> んおわンと言っている間になんとサリーさんがビンエリアのチケットご購入いただきましたありがとうございます。ゼップ羽田のチケットご購入ありがとうございます。ああめっちゃ花かいたごめん。<laughs> めっちゃ鼻かいてごめんはいぜひ皆さんお越しくださいお待ちしておりますお願いしますっていう感じですよ今生で見てる人どのくらいなんだろうでなんかショールームってさあれや配信 1> 1人あれで数えられるやん。あの、なんか、抜けた人もさ、一応1に数えられるやん。なんか、現在見てらっしゃる方がさ、何にあ、これこれ、ちびっこたちを数えればいいのか、このいや、大変だな。それはちょっと無理があった。ちびっこたちを数え、まあ、大体、まあ、21人くらい。ですかね。

セブンはら公園のビーエリアのチケットご購入ありがとうございます。ありがとうございます。かすごい。なんか。たくさんです。ああ、ありがとうございます。かすごい。なんか。ガトーショコラみたいですね。あれが。アイ、アイコンっていうのが。美味しそう。美味しそうです。 ああ腰が痛い。あ、腰が痛いっすね。皆さん今日お昼何食べた？皆さん今日お昼何食べましたか？このリアル視聴発サ百五十六人えー、数えたのありがとうございます。 すごい意外と見てくださっててよかっただいたいざっと数えて21人かなと思ってたわーありがとうございますはあ倒れちゃう <laughs> えこ<っ>もうちょっとでかいなんで倒れるっちゃうけど立ち上がり 立ち上がり立ち上がりよし立ったはった三脚が立った <laughs> すごい豚肉の炒め物えー、美味しそうなんかほぼさチーズが食べたいっちゃんチーズが食べたいっちゃけどさなんか周りにさチーズ取るとこないけんさなんかどうしたらいいかわからん誰かチーズ届けてくれん <laughs> いいとよ全然チーズ届けてくれたって会社に <laughs> 会社一回会社を通してくれなんて食べ物やけん絶対もらえんちゃうけどね暑 <laughs> くないなんか毛布かぶっとるけんかそりゃ暑いわなんか気持ち悪くなってきた あ、気持ちよくなってきたよ、なんで。<っ>充電されました。あ、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 やばい感じです。たんたたたんたたんたたん。

ップ羽田の公園のビーチケットご購入いただきましたありがとうございますありがとうございます感謝感激ですちゃいまるですですよねそんな気がしましたありがとうございますキャーンねっこれさ糸縫ってさなんかニトロでやめてくれんかなと思っちゃうけどねっちょっと今から変えようよ文字変えようよちょっと ありがとうございますわあ、嬉しいありがとうございますそしておへいそうさんおへいそうさんですおへいそうの国いえっと絶風羽田公園のビーチケットをご購入いただきました。ありがとうございます感謝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 ありがとうございますありがとうございます なんだねあっマミィが配信見とるかもほのさ抹茶のさポン・デ・リング食べたい券買ってきて <laughs> 抹茶のポンデリング食べたいフフフフて。フフフフフフフて。フフ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 フましたっていう なんか、もっと意味わからん字になっとる。もっと意味わからん感じになっとるね。もうなんかわからんもういいわ。ちょまるさんって呼ちゃちょまるさんって。は <laughs> あ<ー>。<laughs> ほのさんの髪が茶色っぽく見える。真っ黒ケーキでーす。あ、いた、いたんどるってことですかいたんどるいうことですか いたんどるっちゅうことですか。え、え、それは話が違ってきますよ。はい。まあ、クロスすね、ちょっとこれは。黒髪でしかあります。なんか本当になんか、ちょろっぽいでなんか、いたんでます。いたんどります。これ、やめてください。触ったらわかります。ティアティアです。ティアティア。きっとね。 酸素少なくない。ちょっと酸素少ないです。今酸素少なくない、なんか。なんか酸素少なくないけ酸。酸素がちょっと少ないかもしれないです。酸素。酸素の濃度わかるの。わからん。 わかりません。酸素濃度なんて何ですか酸素濃度なんてそういう専門用語を言わないでください、いわからないんでそういう専門用語やめてください。すみません生きていく中の常識ですよね申し訳ないです。と少々少々取りに参りました <laughs>。ミキミンさんがセブハルダ公園の見つけケットご購入いただきましたありがとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。感謝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 。これで私の顎も出ます。このぐらい顎欲しいんだけどね。ないよね、顎が。ないよね、顎が。もういいや。もういいです、全然。全然。この顔好きなんで別にいいです。いいですよ、全然。 ほっちゃん家なんでいめどう何号目か間違えたわざとですよ全然そんなどういうこと何号目何号目ってどういうことだ何号目ってどういうことだ何号目って何号目って何号目って何 うどんウエストとスケさんうどん知ってますかってうどんウエストとスケさんうどん知ってますかってそりゃ福岡なんで知ってますよそりゃ福岡出身なんで知ってますよなんならそこに薪のうどんが入ってないことは私は少々少々ちょっと眉毛が動きますね薪のうどん福岡と言ったらまあ牧野うどんですよ薪のうどんですからね <laughs> いや全然好みなんですけど 私は巻きのうどん派ですはい言ってねうどんのねウエストはねあんまり行かない。す <laughs> けさんかまあいっぱい食べたいときはすけさんそうそう普通になんかおいしく味わうときは巻きのうどんですね巻きのうどんが本当においしいんですよはいちょっと行ってみて福岡行ったとき巻きのうどん食べてみて しいっけんマジでマジあの槙野うどん食べたらねもう歯飛び出るけんベーンってなるけんほんとうまいーってなるけんほんとに食べてみてよろしくね <laughs> こんばんはこんばんはこんばんはいらっしゃいませ私 丸生命派です丸亀生命はどこにでもあるやん <laughs> 丸亀生命はどこにでもあるやんおしいよねわかるで丸亀生命のあの釜、ー、玉うどんが一番好き、うん、あれが一番好きあたいはあれが好きや <laughs> 福岡は意外とうどんの県だよねいや意外とじゃないよ福岡はうどん県ですよ、まあ、香川には負けるかもしれませんが ラーメンそうなんかね福岡ってさラーメンって言われるっちゃうけどさラーメン以外もバリ美味しいけんそうなんよいちごも有名やしあのあまおうねそうなんよそうなんよいちごもあまおうっていうだけさあまおうっていういちごいちごがさ博多っていうのさ知らんのがおって知らん人がおってさマジかよ博多のあまおうリ書いてあるやんと思って。 そう生をみちごも有名やし生ラーメンも有名やし明太子も有名やし <laughs> そうあとお米もあるしね「冷めてもうまい元気尽くし」るるるる「福岡県産金の飯し元気尽くしうまい!」っていうね。 CM があるんで皆様お米も美味しいです元気尽くしは美味しいですね、はい、そして他にはまああのあれですもつ鍋私はもつ鍋はまああんま好きじゃないですけど <laughs> でも,もうそうあのチョコッと食べるのはいいんだけどねあの歯の裏側にこの裏側になんかちょっとザラザラしてくんの、ね、もつ鍋食べしたら それはちょっと好きじゃんそこだけでももう普通にホルモンは好きですはい <laughs> <laughs> 福岡行くとラーメンともつ鍋で手いっでなかなかうどんまで食べれないうまいけどってじゃあラーメンじゃなくてうどんを食べればいいんだよ あとは天ぷらですかね天ぷら天ぷらですねあとは天ぷらのいつも忘れるんだけど名前天ぷらの平尾ですはい平井って言いそうなっちゃうんだね天ぷらの平井ですって平尾ですはい天ぷらのえマジみんなにはこれ言っとくわ福岡行ったらマジ天ぷらの平尾食べんといかん 本当ひらを食べんで帰ってきっとったらもう首絞めですよこれはねマジで食べんとダメ <laughs> そうなんよ天ぷらのひらはマジおいしいけんやばいとよあれ食べんといかんうん <laughs> 何回も言うわそう揚げたてのねやつがねマジおいしいっちゃんね 何店オススメってほなは桃桃みんな桃って聞いてんって思うやろあってよ鶏桃鶏桃ももの天ぷらマジ好きやんうち好きなんよマジでそうそうなのだからみんな食べてなんか天ぷらの定食とここで頼めるやつがあるっちゃけど 定食をまずとりあえずね食べたいのが多くのっとる定食を選んでからのあのー、食べたいのをここで頼むっていうのがいいですまあでも頼みすぎには注意してくださいあのー、たあそう天ぷらがね来る前に初めにご飯がドーンって来るんですけど白ご飯が白米が,白米がそうねあのー、塩辛があるじゃないですかで平尾のらの平尾のの天ぷ塩辛が イカのね塩辛がマジで美味しいんですよだから大体の人はそのご飯とその食べ放題だからイカのね塩辛がだからもうそれで大体お腹いっぱいになっちゃうって <laughs> そうなんですそ,そこだけねちょっと気をつけてくださいあの誘惑には負けないように頑張ってくださいでもマジで美味しいとってあれマジ一生食べれるけん本当に美味しいです はいそんな感じですね「てんやじゃダメですか?」っていやーもうダメですよそんなレベルが違うんでも全然お高いんじゃってそれがなん,なんと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 安いんかなちょっと分からん <laughs> 安いかはよくわからないんですけどでも,も食べいきますねマジでおしいでもねちょっと早めに行った方がいいマジであもうあ今食べたいっていう時間に平尾に行くとマジ行列できとるけん全然食べれんけんそう待ち時間1時間とか全然あるけん外まで並んどるけんなんならちょっと早めに行った方がいいマジうん <laughs> 行った方がいい <laughs> 急いであの 早めにねそうお願いします「豚骨ラーメン一周」ってあー確かにね独特の匂いはするよね確かに。 聞いてほしい。さっきからすごい気になっとるっちゃんね。光のせいでさ、花がさ、ないとね。見て。<laughs> ボルデモートみたいな花になってんね、これ。花、鼻ぺったんこの人みたいになっちゃうけど。いや、いやね。私の花はちゃんとあります。<laughs> ボルデモートみたいな花なん,なんゃな、いよ。花なく見えるっちゃう

気にしすぎいいいだろすすませんんごめんなさいすっごいなんかすっげー怒りマークなんだけど <laughs> そんな怒るかそんな怒るかボルデモート言うたらけや誰も自分に対してボルデモート言ったらけ <laughs> そんな怒るかなんでやねんうん <laughs> お腹すいたお腹すい時間お腹すきません。お腹すきません。みんな今食べようとみんな今ご飯食べようとご飯食べ中ね寝ねって。<laughs> ご飯食べ中なんなみんなって。ねえねえねえねね もう食,っちまった食べたったいいねあたいはまた食べておらんのやあい <coughs> いいねあまだ仕事中一緒や仲間やなやめてよ唐辛しにショールームするの仕事中みたいなねなごめんねそういうわけじゃないんだ別に <laughs> 一緒やったけど 違いますよ、ね、仕事と思ってやってないですから別に <laughs> ちょっと間違えたねあのもうねそうねあのちょっとこの世界ってね少しでもねちょっと言葉をねミスるとねちょっとあのちょっと悪い悪いふになっちゃうんでちょっとあのと気をつけなきゃいけないです申し訳ねえ <laughs> 違いますよ ただいまただいまですね。えっと、ジェップハネダのチケットを販売しておりますので、よかったら、カゴからチケットをご購入ください。はい、お願いします !2000 円からです。ショールームは2000円からご購入できるんですよ。そう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 。で、 感じで是非気が向いたらポチリとしてみてくださいポチリとしたらねあなたの運勢が爆上がりになりますよそうですねこんな詐欺師のような売り方はしません <laughs> 一っ異臭がした <laughs> やだー 自分の手によって一周がしたってちょっと嫌で汚ねえ汚汚 <laughs> 汚ねえとか言ってないですよ <laughs> ちょっと汚汚れ汚れはしいかなって,って汚れはしいんはじめましてはじめましてはじめましてこんにちははじめましての方はぜひショップ二号ショップ二号です やだなぁショールームさ入ってきてさはめましてってコメントしたらさあっショップ行ってくださいっ <laughs> あ,あのチケット買ってく,れくださいっ嫌だねそれはねそれはちょっと押せないわねちょっとうわっうわっただの商売人や出よう出ようってなるねちょっとねごめん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 ってごめんってと抜けねるんからやめてって抜けないで抜けないで おしとやかキャラが可愛いですっあっすいません <laughs> すいませんおしとやかではないんですあおしとやかか,おし,お,しとやかおしとやかかおしとやかですよ私とてもおしとやかのおの字しかありませんんうんはい <coughs> そんな感じですね でもよく言われます本当に喋んなかったらかわいよねっておかしいなはれそんなそんなことない人間って複雑人間って少々複雑ですよね ええどのくらい配信したうちもう1時間経ってるじゃないてて違う抹茶のドーナッツは豆が配信見とると思って配信ずっといたてる抹茶のドーナツ食べたいけん買ってきて!」ってね ね、みんな言ったやんねっうちら言ってやんねっ抹茶のねポン・デ・リング買ってきてって、ね、うちら言って話しよってやんね買ってきてくれとらんかった <laughs> 自分で買いに行けよってねごめんなさい,申し訳ないこんなこんなこんな,こんな娘ねん <laughs>、はい、<laughs> なんか食べたっちゃけどねさっき食べたっちゃけどね <laughs> はい自分で買いに行きます <laughs> うん。「抹茶よりチョコが好き」「抹茶よりチョコが好き」いや抹茶っす。 ごめん、そこは譲れないで、抹茶とチョコが合わさったらもうねフッ <laughs> だよね骨格下がらないよねキャーン熱い <laughs> ほうじろさんフフフ東京公フの B チケットご購入ありがとうございます 近いですねとても近いです。あてなたあなたとても近といてすあなたいても近いです,いです少々近いですえどうしたらいて、ね、聞いて聞いいと聞いてで聞いて聞いちょっと聞いて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 、ね、聞いて聞いて、ね、聞いて、ね、聞いて、ね、聞いて聞いて聞いてて聞い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 て なんかななんんかかこういう感じなんかこういう感じかちょっとね気持ち気持ち大人かなってこう,う気持ち大人かなっていう感じか <laughs> こういう感じみんな的にはどっちがいいんですか あの配信今 NOW で配信見てる方みんなに聞いております女の子ってどっちが可愛いですかどっちの方が可愛いんですかさあもうこんなえとかもうしないしないのしない感じのもうなんていうとこうあはじめましての方こんにちは」っていう「はじめましての方こんにちは」って,っていうこ,こういう方と。 こういう方となんかああじゃあじゃあじゃみたいなそういう方どっちこういう方かそういう方か女の子ってどっちが可愛いんですか元気の方がより好きえー、意外だわ意外だわ じゃあほーちゃんらしいとかで違う違うほーちゃんだったらじゃないとよ違う女の子やって女やって女女やそう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 あの女,女として女 <laughs> 女性としてそう女性としてこうちょっとこう上品な感じのね上品な感じそう女性として一種のね女性として 上品な感じもうマジ綺麗みたいなあ初はじめましてって他なんかもうめっちゃうるさいうるさいうるさいなんかこうだから「へえみたいなこう元気な感じ元気なあ分かった上品な感じか下品ではないんだよなんか上品な感じか元気な感じかいやどっちも金そろえたらいいやんって話なんですそうどっちも金そろえたらいいやんってそれだわじゃあそうしよう <laughs> 自己解決 <laughs> 自己解決 <laughs> 自己解決すみません上品な元気な人間になりますえでも実際さ実際よ上品って何な,んなんさた喋り方とてもさとてつもなこう綺麗な感じで「あおおいおいともいたします」ってこう。 ご無沙汰しておりますーっていう感じのねちょっと感じだけどめっちゃ食べ方汚いみたいな人おるやんこれは上品に当たるんですか当たりません逆にさうめっちゃ食べ方綺麗ですはい食べ方綺麗めっちゃめっちゃ綺麗めめちゃ綺麗っていう方やけどなんか足広げて座るみたいなどれが上品な腹くそほじらない人そりゃ無理やわ <laughs> 腹っつほじらない人無理やわそれちょっとそれ無理やわもう世の中みんな上品じゃないやそれ鼻ほじらん人間がどこにおるんやで <laughs> 鼻ほじらんかったらもうなんかねえほこりまみれの鼻の穴みたいになってしまうねんねえ,ねえもうなんだ生きていかる鼻 <laughs> って吸えなくなってしまう息が。 すいませんあのあのあのえっとすごいあのー「すいません初めて見に来たんですけど」っていう方からしてみたらあの、すごくあの何、ー、やこいつっていう感じかもしれないんですけどあの一応アイドルなんですあのアイドルやらせていただいて一応ねいるんですけどあの現場にねあの来ていただけるとわかるんですけど。 決してこんな人間ではございませんあのショールームなんであのショールームなんでショールームだからなんですよあのー、もともとは全然あのおとなしくてマジほんと綿毛みたいな人間です綿毛綿毛誇りみたいな誇りみたいな人間なんです本当はねだからよかったら Z 原たの <laughs> 公演もねあのー ご購入いただけるとありがたいですねライブ中ではあの本当にもうもう綿毛のような誇りのような人間なんで <laughs> やっぱり思ったうちもなんかさ言いながらちょ誇りってなんかやないなと <laughs> <laughs> ぜひカートを押してみてくださいこちらのねカートを押すと人生変わります 人生変わりますんで。はい。ここの、これのカート。ここのね。カード。していただけると。人生も危険します。はい。ええー。ぜひ。押してみてはいかがですか。え、こっちなの。こっちか。こっちか。ど。ど。どっち系。はい。 ちなみにカートはいい感じで逆あ、やべやべカート押してみてくださいここですねこっちのまあこんな感じで JK やってます <laughs> こんな感じでえー、JK やってます よかったらライブ見に来てくださいお願いしますよかったらよろしければねあのライブ見に来てください <laughs> クリック詐欺ですかってほんとにほんとにムカつきますね詐欺はほんとに嫌いです私ほんとに嫌いですわ嫌いですわよ受け付けないですわ私 詐欺受け付けないですわ何言ってんだ楽しいです <laughs> もっと女の子になりたいです <laughs> もうちょっともっとあのもっと女の子女の子なんです <laughs> それの配信しとるとさ暑いわちょっと暑いわちょっと炎ののわりにさちょっと誰か冷房つけてくれん誰か冷房つけてください外の窓開けた方が涼しい説はあるよねそれな 皆さん、こんになんかさ、ちょっと徐々にさ、ちょっと人間が減ってきてる気がするんですけど。どうしてですか気のせいですかね。なんなら、あの、みつともさんがまだいらっしゃってる。見つけてしまった。こんにちは。こんにちは。これあれかな置き配かな、置き配。 アバターだけ置いてる感じかな。置き配じゃないこれ絶対。これ絶対置き配だよね、これ。あの、アバターだけ置いて、見てないみたいな。置き配だ、これ絶対。あっ置き配や、置き配。はん

ありがとうございます竹原さん構えありがとうございますエイミーさんいっぱいハートありがとうございますイエイすごいちゃんと見てるよって証明をありがとうございますすごい <laughs> 絶対お気配やんかもうお気配やろこれ絶対賑やかな子やなってそうだね にぎやかな子な子んですどうですかこういう人間は。押します起 <laughs> きます。きねえコメントでさ「置き配」っていうさ文字「置きます」っ <laughs> て何言うてんの?「ほちゃんいるよって」ってこと?「ほちゃんいる?」「ほちゃんはいるよ」。 あれ、みつもさん消えたくね。あれ。あ、みつもさん消えたくね。え。え。え、みつもさん。消えたくね。え。え。待って。え、待って、待って、待って。ちょっとって、真剣に探すから。あ、待って。ほくなった許せない。許せない。 許せないんだけど <laughs> っていうちょっと重い女を演じてみましたね消えたよね「置きは置きは言うとるきんうるせえなーと思って消えたんかな <laughs> <laughs> あーちょっと BGM としちゃ聞けなかったう <laughs> るせえ <laughs> そんな人間ですね賑やかな子あじゃあそうしようなんかさうるさいとかさなんかあ激しい子だなじゃなくて賑やかな子にしようじゃあ今度から賑やかな子ですっていうことにしとこうじゃあそうしとくわ o k o k o k どうよ どうよにぎやかな子ですってホラカさん <laughs> そうなんですよにぎやかな子なんです私わーいレイランドさんがバラをくれましたありがとうございますほのはあのー、あれなんですよあのー 花の中で一番好きなのバラなんですよ。バラローズ。I am rose. I like rose. You are rose. そうなんです。ローズがね本当に好きなんですよ私。だからこの間ってこの間じ、ね、ゃ結構前にねあのー、結構前に皆さんからお客さんからファンの方からあのいただいた。 あの誕生日プレゼントでね頂い,いたあのバラもねまだ飾ってあります枯れないバラです私にはすごくありがたいです私よなんかねすぐ花が枯れるのねやっぱ意味があるんかな急に深刻な話急に深刻な話なんですけどねなんかすぐ枯れると花がうちの家おったら。 水蒸気がないんかなうちの家は。ね、蒸気がないんかもしれんけど、もしかしたら、ちょっとね、潤ってないだけかもしれないんですけど。<laughs> なんかね、鼻がすぐね、しかも聞いて枯れるんじゃないのドライフラワーになるのよ。おかしくないね、おかしいよね。枯れるんじゃないのよ。どう思う枯れるんじゃないの。ドライフラワーになるの、なぜか。普通に水入れてね。 水入れて飾ってんのよ。ドライフラワーになるのよ。あこか,かしくない。<ー>はいすみません。<laughs> 植えてないから植えてないっていうこと。で花って水あげたら育つんじゃないの？え？違う違うの。あれ。 ツないとダメな感じかなツッがいる感じツッチがいる感じツッチ,ーチ,ッチーと見せないといけない感じかツッチーがないかもしれないそう鼻を全部ドライフラワーにしてしまうっていう特技を持ってます <laughs> 特技なんそう書こうかな特技特技自然とドライフラワー作れますって 自然にドライフラワー作りますって <laughs> <laughs> あ<ー>やばいなちょっちゃ <laughs> <laughs> あ <coughs> まあそんな感じでなんかこのままいったら10時くらいまでなんかね配信しそうなんですよだからそろそろ終わりますそろそろ終わります はいそそろそろ終わりますね特技「ドライフラワー」って開口本だからそうしようちょっと言っといてみんな今日じゃあみんな今日今日のツイッターで r あのー、一言だけでこれだけ写真とかいらないよあのー「佐々木ほのかの特技」って書いて「ドライフラワー」って書いて佐々木ほのかの特技」かっこカッコねもう誇張してカッコつけドライフラワーって。 よろしくね <laughs> みんなそれでついてよろしくじゃあ,はしあじゃあそれそう書いて「佐々木ほのかの特技はドライフラワー」って書いてハッシュタグになんどうするほのか違うな「ほうちゃんはドライフラワーでょか」にしよか ほうちゃんはドライ。あ、じゃホほうちゃんはドライにしとくじゃほうちゃんはドライにしあ、いいね。ハッシュタグにぎやかな子にしとくか、じゃあ。そうしといて、そうしといて、そうしといて。そうしといて。よろしく。じゃあ、今日のツイートね。絶対みんなよろしくね。じゃあ今日のツイートね絶対みんなよろしくねじゃ今日のツイートねえ、佐々木ほのかの特技は、鍵か,かっこ、ドライフラワーにして、で、そのハッシュタグに、にぎやかな子って。<laughs> にぎやかな子ってよろしく。よろしく。<laughs> じゃあみんなのツイート見るからみんなのツイート見るからよろしくねよろしくね別にこれ自分でさ自分の配信にさコメント手で均等無理なんかなああ無理っぽいね 誰かちょっとなんかさ、覚えられない方がさ、いらっしゃるからさ、あーっきょうちゃんなイスそれだわ。じゃあ皆さん、こちらのね、こちらかこちらの方の、えー、をコピペしてもいいんで、あの、よかったら、コピペできないわ。ブロックしかできない、ブロックしか。やばコメントブロックと追放しかできなかった。ごめんなさい。<laughs> ごめん、ごめん、ごめん。コピペはできなかったんですけどね、ちょこちらで、えー

何もないですはいということでえぜひ皆さんまたいつか配信するんで見てください <laughs> 試さないでねちょっと試してみるあはは問い合わせが来るんだえは <laughs> じゃないのよその例えうまいわナイス <laughs> とということで、えー、っと次ねまた配信する時に通知が来るようによかったらフォローでもしてみてくださいよかったらフォローでもしてみてくださいまだなか方がやあねこの言い方ねちょっとねはあはそんな言い方するんだったら知れやちょっつなっちゃうねそうでも決してまあ別にフォローしてみてもいいよ お願いはしません <laughs> まだ、えー、フォローしてない方はなんか通知とか来るらしいんでフォローしてみてもいいよ <laughs> うんしてみてもいいよ別にされても何とも思わないけどしてみてもいいよ嬉 <laughs> しいですフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいですもう笑顔が止まりました やめて解除はしないでうわ絶対解除してフォローしてやろうって人がおるんやけどおい許さんぞウ <laughs> <laughs> いうってことでねえー、ぜひ皆さんそっち来てびっくりするやろうそうなんかほんとになんか毎日配信してないのでマジ気まぐれで配信やってるんですけどよかったら見てみてください うん、あとねツイッターとかインスタグラムとかやってるのでぜひよかったらあと TikTok もやってるんでよかったら来て来てみてくださいね <laughs> <laughs> よかったらあの見てみてくださいあのはい <laughs> めっちゃハムボうまそうなハムボってハムボって何ハムボって ハムボって何え待って待って今めっちゃわ終わるさめっちゃ「じゃあ終わります」っていう流れやった時が「ハムボ」って何「ハムボ」って「ハム」!」みたいな何「ハムボ」ってどういうこと?「ハム」ってこと世の中って言葉が多すぎる「ハムボ」って何?「ハムボ」を教えて。 ハムボって何ちょっと教えてくれないかな。<laughs> ハムの元気？ということ。わあ！なんとスミさん、ゼップ羽田の公園の B チケットここにありがとうございます。ありがとうございます。感謝。ありがとう。 ハムボイスおもちろんハム太郎ボイスって言うんだハムボって言うんだかわいいハムでも聞いて聞いてハム太郎の声知らんのってハム太郎の声知らんのってハム太郎ハム太郎のハ <laughs> ム太郎の声真似しよる人の声しか知らなくていいハム太郎 ちょっと待って聞きたいハム太郎の声まずはじめに行って聞きたいけど携帯ここだから聞けないのハム太郎なのだ <laughs> こんな感じですかこんな感じですか <laughs> ハム太郎なのだ <laughs> すごいなんかさ喉に喉になんかいそうなんね声してるごめん申し訳ないごめんねなんかちょっと綺麗なハム太郎じゃないんですけど

声に小さい運をつけるんだってどういうこと？ハムタロウがいくと、ハム太郎ウなのだお。ありがとうなのだお。<laughs> え似てる？本当に？え似てる？え、着飾してない。<laughs> <laughs> <laughs> はい。<laughs> 特技たくさんあな、ね。<laughs> と思うじゃないですか。意外とね。あとなんだろうな声まで,でもなんかそっち系の声紋で,できるよね。 そうそうそう <laughs> <laughs> そんな感じでーすはいほらもうマジで10時まで配信しそうだからこのままじゃっていうことなんでぜひえー、ぜひあのー、あのー、なんていうのフォローまだしてないよって方は フォローしてくれてもいいですよ全然 <laughs> 全然全然してもいいですけどはい全然ねフォローしてくれてもいいんですよ全然まあ誰が喜ぶってことでもないんですけどまあフォローしてくれても嬉しいです <laughs> 嬉しいですって言っちゃったあすごいゴンザレスさんからゴンザレスさんから なんか強いね名前が「ゴンザレス」こんにちはゴンザレスです」えなんかゴンザレスっていうさあだ名のさ友達いるわだからだ聞いたことあんの <laughs> えー、ゼップ賛羽田公園のビーチケットご購入いただきましたありがとうございます <laughs> えー嬉しいわありがたいき誰やねん <laughs> 誰やねん <laughs> ということでね、えー、ぜひ皆さん、えー、またいつ配信やるか分かりませんが配信やる前はできるだけなるべくねはいなるべくあのー、ツイッターの方で告知するようにしてますよ。<laughs> してますけども、えー、よかったら、あのー、ツイッターの方も。 チェックしししくおお願願いいまますすフォローお願いしますそしてあのインスタグラムもやっておりますしティックトックもやっておりますのでよかったら見てください見てくれてもいいんだよということでえー、なんときょうちゃんから ZIP! 羽田公園のビーチケットいただきましたーやばっえっ16枚ですかまあ ありがとうございます。違う、違う、違う、間違った。なこの言い方やとさ、きょうちゃんが16枚買ったみたいになったら、違います。<laughs> <laughs> やりようときょうちゃん <laughs> もうなんか、日本語って難しい <laughs> 今日でいや、すごい、ありがとうございます。たくさんの方が。たただ、ただ、た, <laughs> たくさんの方が、 チケットをご購入くださいましてありがとうございます現在の販売個数16枚も売り上げできたんですね私言い方よね言い方がね売り上げってちょっと良くないわなちょっとねなんかちょっと嫌やわなな16枚も売れてるなんて違う なんていうの16枚もゲットしてくださってありがとうございます、まあ、ちゃんと数えたら26枚なんですけど <laughs> そうなのよそうなんですちょっと首かゆごめんごめんちょっと書かかしてちょっと書かかしてありがとうございます <laughs> それなちょっと早く終わりましょう <laughs> いっぱいあるという、ね、いっぱいあるっちゃうけどとりあえず喋らせていや <laughs> 本当にみんなが見てくれてほんの嬉しいでーす <laughs> ちょっとチャラめですねはいよかったらまだねフォローしてないよって方は、えー、ショールームフォローしていただくと、えー、配信始めた時に通知がいくそうなので。 私ねえたまーにというかね、まあ、特にというかなんか、まあ、常にというかえー、っとまあよく Twitter でね配信する前に告知してるつもりではあるんですけどねあのー、してない時もあるのであのー、フォローしていただけてると通知がいくんでよかったら是非また見てくださいはい Twitter やってますささささささほのかってこうささきっていうさ読みにくいわ。 鈴木,鈴木ほのかに聞こえそうですね,ね、はい、佐々木ほのかって調べていただけるとあのこういう人間に出てくるんでよかったら調べてみてくださいということで今日も皆さん配信見てくださいありがとうございましたまあ次の配信はカラオケ配信でもできたらいいなと思います今日は久しぶりのかなり久しぶりの1年ぐらい2年ぶりぐらいのね配信だったのでこうやってきっちり配信させていただきましたから <laughs> いただきましたからか <laughs> いただきましたが次はまあカラオケ配信でもできればいいと思います <laughs> 日本語って難しいとつつもなくはいということでえぜひこの配信を見た方はえー今日 Twitter の方で佐々木ほの香の特技は「ドライフラワー」そして「ハッシュタグにえに賑やかなこと、え」ー つぶやいてみてくださいということで次回の配信までバイナラホー <laughs> キモキモすぎこの履き方なんかまたいつか会いましょうねツイッターとかインスタグラムとかティックトックとかやってるんでよかったら見てくださいすごい違うの炎は終わろうとしてるのでも こうやって初めての方がこう見に来てくださってるから終われないのごめんね人のせいだねこれねすぐ終わりますありがとうございましたまち、あ、近々はまあ今週できればいいかなって思ってるけど次はカラオケ配信するんでぜひ皆さん見に来てくださいバイバーイバイちゃー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 バイチャー,バイチャー本当にたくさんのチケットご購入ありがとうございましたえー、一枚一枚丁寧にサイン書かせていただきますありがとうございました バイバイバイチャー。バイチャー、SNS やってます。バイナーー